RKB ラジオ働くよいこ、こんばんは、よいこの浜口です。有野です。さあ今回もラジオを撮ってですね、リモート収録になります。はい。さあ、じゃあメールを紹介しましょう。お願いします。ラジオネームプロ野球オタク16歳男性からいただきました。よいこのお二人こんばんは。こんばんは。僕は高校2年生です。将来アナウンサーになりたいという夢があるんですが、人前に立つと緊張してしまいます。将来生放送をするにあたってどのようなことに気をつけたらいいですか？とても気になります。そこでよいこのお二人に質問です。生放送で気をつけていることなどがありましたら教えてくださいということです。おほほほ、どうでしょうね。今日は録音やもんね。まあそうね。でもまあ生放送のラジオもやってるわけじゃないですか。うんうんうん、いろいろね。でもちろんよいこの YouTube は生放送でやってますんで、うん、何か気をつけてることありますか？と。気をつけてることね。なんかうーんと生放送のラジオやと、うん、ラジオか、収録でもそうやけど、このアナウンサーの人って読まなあかん文章とかあるやん。はいはい。でもなんかみんなカメラ目線で言いたがって言葉ごちゃごちゃごちゃってなったりとかするから、うん、最後のデスマスだけをカメラ目線でということですって言えば、なんかやってるように見えんねんけどね。ずっと見つめて、ね、つむぎばっかり出してるよりは最後だけこうペットといるという。なるほどね。続いてのニュースですっていうのは、もうカメラ目線で簡単な言葉だけ言うとか。ああ、するとなんか、あ、この人できるなって思われる感じやけどね。だからそのどう緊張してるのを隠すってことだよな。隠さんってええと思うねんけどな。うん、うん、でもなんかフジテレビのノンストップの三上さん、うん、やっぱ生放送やから急なこととかあるじゃないですか。ある。急に原稿入ってくるとかね。こういうことを言ってくださいと。で、ちょっとこれ、さっきの発言とか、さっきの、テロップに間違いがありましたんで、それを訂正しますみたいな。文言も今から考えますんで、って言ったときに、もうこっちは、え？とか、何が訂正なんねやろって、どこに入れんねやろって、こう、ドキドキすんねんけど、すごいね、アナウンサーの人、はーい、はーいって。そんなに落ち着いてるみたいな。うん、すごいのよ。なんなら向こうが制作がこうしてこうしてって考えてる間に、これこうしたらいいんじゃないですかって言ったら、あ、そっちでっていうのもあるもんね。だからね、なんかやっぱアナウンサーの方ってすごく生放送慣れしてるなと。うん、でメテレでも生放送やってるんですけど、アナウンサー陣と、うん、でメテレのアナウンサーの銅のアナウンサーか、どうなアナウンサー言ったら CM 中とかもうめっちゃ、なんやったら俺、鬼滅の刃の話とかしてんのよ。あれ見ました、ガーガーガーとか話して、とかって言ってて、始まりますって始まった瞬間に、続いてのニュースですって言って、急に真面目にバーンって変わんのよ。あれはすごいなって。アナウンサーの人もサービス精神旺盛やから、うん、またタレントさんに話しかけられたら必ず話さなあかんから話してくれるんやけど、なるべくやめた方がいいんじゃない？邪魔なんかな。そう、別の番組でアナウンサーの人は大体 CM 中って下読みしてるよ、わーって。そうか。普通にニュースのスピードじゃない速さで2,3 週ぐらいバーっと読み上げるよ。あ、ここちょっとってんでチェック入れて、ちょっと言い間違えそうなところとかを赤ペン入れてたりとかするよ。ああ、名古屋の。その時間をやっぱ上げないと。そうか。名古屋の生放送の時はもうバンバン話しかけてたわ、アナウンサーの方に。もう茶化すのやめたもん、なんかもうアナウンサーの人がすごい勢いでやってたりとかするから。そうやな。あ、これいかんわって。でも確かにもう僕らはこの芸人とはまた違うんやろうな。芸人はこう、ね、リラックスして、リラックスして、なんやったらこう、前室とかで、うん、なんかこうトークしとかないと緊張してしまうもんね。でもアナウンサーの人はちょっと口の運動とか舌の運動してるもんね、大体、うん、空き時間って。そうやね。だからちょっとお笑いは前室、そのスタジオの前入る前にちっちゃな小部屋があるんですけど、うん、そこでこうアイドリングトークとか喋ってとか、うん、なんか大御所の人の話聞いて笑ってでスタートみたいなとこあるもんね。笑てって。そうやな、ちょっと喋ってる方がいいね、生放送前ってね。確かに、うん、うん、それはある、うん、口がちょっと動かしてる方がいいよね。うんうんうん、うん、そうなのよ。そうなのかな。でもその前にまあ試験受かれよってことやけど。そうやな、うん、でまあまあその試験も緊張するし、緊張せへん方法ね、
リラックスリラックス、そのバラエティーとも一緒で、何か始まる前にどれだけコミュニケーション取れてるかとか、で結構大事やなとかって。そうだから、プロ野球オタクやったらそのプロ野球の話を、なんか野球好きそうな人のとこと話すとかね。でもアナウンサーの方にちょっと一回ね、 RKB ラジオのアナウンサーさんに緊張せえへん方法とかなんかあるんですかって、いや絶対逆に聞かれるよ。一回聞いてほしいけどね、僕らこう芸人の意見はそんな参考にならないかもしれないけど、ならへんね。もしかしたらその会社員の方の人に受かるコツとかね。なるほどね、アナウンサーに、一度ちょっとアナウンサーに、このコロナが収束したらアナウンサーさんに聞いてみましょう、密着取材したいね。はい、さあ行きましょうか。じゃあ今日も、はい、さてこの番組は皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたのお仕事に関するエピソードや僕らへのメッセージなどどんどん送ってください。メールアドレスは415@rkbr.jp、 数字で415@rkbr.jp です。ツイッターでも全部ひらがなでハッシュタグ働く良い子をつけて実況や感想などつぶやいてください。そしてこの番組は RKB ラジオで放送後、はい、YouTube のよいこチャンネルで動画配信されます。ぜひそちらではスタジオの様子も合わせて楽しんでください。それでは今日もお仕事楽しんでいきましょう。さあまずメール紹介します。ラジオネーム小松さん、はい、最近リモートワークが増えて家にいることが多かったので奥さんと話す機会が増えました。ちょっと話してるうちにお互いに2人の交際の歴史の認識にズレがあることが分かりました。例えば2人の初デートの場所は私は水族館、奥さんは映画館と認識してました。改めて2人の歴史を振り返るいい機会になりましたともらいました。なるほどね。違うじゃんそれ、誰との思い出喋ってんのとはなんなかったんだ。よかったですね。そうね。うちもなんか初デートは人体の不思議点だって言ってるけど実は違うっていう説があるのね。あ、そうなんや。そう、行中感じゃないの。映画行中感はもう付き合ってからやね。俺の説の方が正しいんちゃうん。行中感もっと後。あ、そうか、目黒のね行中感はもっと後やって、結婚してからぐらいかもしれんな。何の説があって、映画、普通に映画やったんじゃないかなって。ああそうか、確かにその認識のズレ、もうね、もう俺は思うのよね、もうそのズレってもう奥さんに合わしとこうがもう絶対問題ないよ。そうやな、奥さんの方が正しい場合が多いな。正しい、もう絶対そう、絶対奥さんの方が正しい。なったらうちなんかもう18歳差やから、俺の記憶なんかもうぐちゃぐちゃなってんのよ。もうボケとるもんな。ボケてはないけど。ボケてはないけど、じじい、ボケてるわ。ボケてるかもしれん。じじいや、分かれへんねん、もう正直。覚えてへんねんな。うん、むちゃくちゃなってんもん、思い出が。ずっと大人やからな、学生の頃のあれっていう感じじゃないもんな。そうそうそう。学生がやっぱポイントやもんね。あとなんかこう喋ってもうて、なんか都合よく喋った感じの話が自分の中でほんまになっていっててとかっていうのがあるよね。それがちょっと怖いな。人の話しすぎて自分の話になったりとかね。そうそうそう。あれ俺言ってんけどなんか言ったことになってんぞみたいな。ということで今回はこちらの企画にチャレンジします。よいこの歴史。はい、お笑いコンビよいこのこれまでの歴史や経歴について浜口有野の間にズレがないかを確認し修正していきたいと思います。もうねこれはね正直ズレまくると思うよ俺が。ズレてるね。だって一番最初、最近なんやここ数年に有野に指摘されてんけど、何昔一番最初に出会った俺は中学2年生やと思ってたの。でもいやいや浜口に大手の中3やでって。中3の塾やもん。塾やねん。で、俺中2、俺の中で中2や思てて、一緒にバドミントン部の、そう、見学に行ったみたいなの、あれもあるのも行ってると思ってんのよ、俺の中で。でもあるのも行ってない。それ行ったことないもん。ちゃうやつやねん、それ。バドミントン、卓球部は行こうとしたけど、筋トレの日があるっていうのを聞いて、嫌だって言ってやめたのは覚えてるけど。なんかその話とか聞いて俺が一緒に行ってるような錯覚になってんねんな。そうなのか。中3やで。中3の塾やから、中3の塾に入ったのは、タグソと、クラスメイトになって、塾来いやって言われてそうやねん。なんな中3やねん。間違いないのよ。俺が間違え、俺が完全に間違えてんねん。そういうのはあんのよ。でも、毎回中2やって言ってくれたら、いや、中3ですよっていう話で一盛り上がりあるけど。そうか。ほら、ちょっと、間違い続けようかな。そう、間違い続けてる方が、いや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 って言えてるけど。そうか。試していこうよ、いろいろ。うん。はい。何でしょう。
第1問、初めてお笑いに誘ったのは何歳の時、どっちから何と言って誘った。これは、高校2年生の高2の学祭終わりじゃないの。学祭の打ち上げかなんかやね。文化祭終わりやったような気がするけど、文化祭終わりになんかカラオケあるような、もうちょっと今あかんけど、なんかこういう、うん、あのバーみたいなところみたいなんで打ち上げしてんのよ。うん。でその時になんか誘ってんねん俺。俺それ言われないと全然覚えてなかったもん。なんやったらあのその時の写真残ってんのよ、俺あんねん写真出てきてんこの前。そのバーみたいなところでおって、なんか俺がポッシュボーイの服着て、なんかウーロン茶かなんかをこう持ちながらイエーイみたいなやってんだけど、あるのが後ろでめっちゃカッコつけて僕の方におんのよ。なんかこんなんやっておんねん、あるのがこうなんか仮面ライダーみたいなポーズつけてカッコつけてんの。仮面ライダーのポーズカッコつけてんの。あ、この時俺あるの将来何すんのって、俺決まってへんでって、お笑いやろうやとかってええでって言ったら覚えてんねん、そこ。即答やん。うん、即答してた。うわー、覚えてない、それは。言われたのか覚えてないねんもん。だってああいうのは覚えてない、俺はそこやと思います。重みが違うんだろうな。明日何するみたいな感じやったやろな。そうやろな。いや、そうやと思うで。うん。それ全然覚えてない。ええでって言ってんのが、ええでって言ってもう30年やもんな。その場のな。うん。次、良い子が初めて地上波でやったネタは？地上波？地上波は、ね、宇治木剛さんの番組だ。番組もわかんで俺。せーの、お笑い青たがり。そうそう。な、宇治木剛さんのやつで、確か、美容室のコンテンツ。頭にたくあん乗っけるコンテンツ。なんか、京都のライブハウスやったんじゃないかな。いやー、そうやったっけ？そこまでちょっと覚えてないな。なんか、毎週、各週でなんか、ライブハウスで毎回収録してた。そう。俺らがほんまほぼ1年未満ぐらいで出てんねん、あそこに。うん。うん、入って、18位じゃないかな。入った年の4月に入って12月ぐらいの。で、それぐらい、その18歳の時。で、なんか一番変なことやってるから、宇治木さんがなんか気に入ってくれて、罰ゲームは良い子って、なめくじって言ったのが当時の。当時なめくじやった。罰ゲームなめくじって言って、で、罰ゲームで別日にまた収録、ロケ行って、ミュージックカンフー習いに行ったな。ミュージックカンフーや。ミュージックカンフーあの時習った。膝をクイクイってやらなあかんっていうミュージックカンフー。しょうもなかったな。何の罰ゲームにもなれへんかったやつな。面白いって何やろって思いながらやったから分からんもんね。分からんかった。なんか最後メスキーとか言って終わったような気がする。あったあった。あかんやんっていうのをついてた気がすんな。何やったやろうなあれ、やったな。次、学生時代浜口と有野は喧嘩した？したならその原因は？これは全然知らんな。でもなんかあの一回学生時代ホブのロケで地元行った時に、西九条の駅前の喫茶店であっこで俺有野に説教されてんって。はあ、はあ、はあ、いや説教したって、したしたって。それはあれやろ、飛ぶ薬終わってめちゃモテになってめちゃイケになる前やろ。え、あ、そうなの。高校の頃ってなんか言ったんじゃない。違う、高校の頃じゃない、それは。ベルハウスやったっけな、なんか喫茶店。ベルハウスは そこはそ、あれ、そう、めちゃイケになる前、めちゃイケをやるかやれへんかみたいな時。何行くよと喋ってんねん。やるかやらへんかって何。そうだから 俺らめちゃモテで一回外れるやん。めちゃモテで外れる。めちゃイケ、めちゃイケで、めちゃイケになるって、めちゃイケになるけど、めちゃイケなんので、うん、その誘われたのスタッフに。おう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 おお。めちゃイケで、でも俺がキャインが来ないと嫌やって俺は断ったもん。うん。そう。で、有野が来て、うん、いやキャインおらんかってもやった方がええんちゃうかって言ってそこで喋ったの。あ、その喫茶店で。そう。あ、そう。それは覚えてんねん。マジで全然覚えてない。
なんか西九条やったのよ。22ぐらいやじゃん。22歳ぐらいやったんちゃうかな。入って4年目ぐらいの。まだだから行ったり来たりやってたんやろな。ああ、まだ住んでないもんね。うん。確かね。ああ、そうなんや。高校の時じゃないねや、それは。高校の時はないと思う。高校の時は。学生時代？いや。あるのが一方的に怒ってたかもしれんけど、俺は知らんぷりしてたかもな。まあ、あの長いことしたカセとかラーメンに指入れて持ってくるとか、そんなやもんな。ラーメンに指入れて持ってくる、プリプリプリしてたからね。やろ、そうやろ、夏休みの宿題借りて返せへんとかな、うん、山本だったけど、お前が悪いやん。あいつ女子とばっかり喋りやがってとかもあるやろな。そういうのはあるけど、一方的に怒られたみたいなのはあるけど、喧嘩はないんじゃないかな。ああ、そうか。めちゃいけ、やろうやって言うてたんや。言うてた、言うてた。全然覚えてない。じゃあ順番が分かれへんな。その後俺は監督と話してんのかな。いや、監督と話してから俺に来てると。ああ、話して口説かなあかんようになったのか。そう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 。ああ、そうか。8時間監督と喋ったよ。うん、22年ぐらいレギュラーやってて、あんなに喋ったのあれ1回きりやもんな。そうか。その時その時、そうか、その後や、そうか、うん。で、正解はないの、後で。正解はないよ、もう2人しか知らない、サッカーも知らんし。そうか。まあ、聞こうとしたらもうタグソに聞かなあかんじゃない、喧嘩してたっけって、なんやろな、どれ喧嘩って言うかやなみたいな言われると思うけど。ほんまやな。次、和田彦さんへの誕生日プレゼントで、はい、これまでに一番跳ねたもの。喜ばれたやつ。なんか変なのは毎回送っててんな。跳ねたのは正直ないんじゃないか、うん、あ、俺シェーバー跳ねたと思っててんけど、電気シェーバーが一番跳ねた。シェーバー受けたか。電気シェーバー跳ねてたんちゃうかな。電気シェーバー受けたっけ。電気シェーバー送った。電気シェーバー送って、でなんか電気シェーバーって、いや、そうか、電気シェーバー受けたんか。うん、うちヒゲ生えへんわって言うて受けて、翌年から毎回次どうするみたいなの。いや、翌年からはあれちゃうかったっけ、ちゃんともうお酒とか。いや、行ってない、行ってない。翌年からは送れへんかったんちゃうか。なんかあのガウンですって言って真っ白の柔道着持ってったりとかもしてたよ。そうそうそう、あ、柔道着、空手着じゃなかったっけ。柔道着、空手着やったっけ。どっちで、どっちか分からへんけど、違いはなあ、道着と、あとはあのでっかい道着、道着32センチの靴の時もあった。道着は死ぬほど滑ったのよ。空手着かなんかをな、そう持ってた、ガウンですって持ってた、持ってた、うん、持ってて滑って、その場で開けてくれへんかってな、ありがとう言うて、うん、そうや。で、靴は受けた？滑ったか？靴は受けてないね。やっぱ開けへんから、その場で。そうか。恋人同士じゃないからその場で開けへんよ。で、電気シェーバーだけ受けた。もう怖いと思って、俺行くわってなって、うん、じゃあ俺参加費出すわって浜口が出してくれて、ほんで行ったんじゃないかな。で、俺一人行ってた気がするな。行ってた、行ってた。あるの一時期行ってたな。そう、それと 2,3 年ぐらい行ったと思うな。あるの、俺が3回払うから行ってきてくれってやろう。俺行くん嫌やって言ってたから。いや、福岡やからって言うてええことじゃないけどな。ほんまやな。そうやった。それはでも一番最初はあれやで、あの極楽とんぼの山本さんに連れてってもらってんのよね。和田さんの誕生日会。誕生日会、まあ、そうなんや。山本さんとご飯食べに行ってる時に、あこさんの誕生日だから行くかって言われて、いいねって言ってプラーっと行ったのに。あるのだけ、山本さんと2人で。あ、行ってんねんや。へえ、うん、そうか。その時はもうご飯屋さんが終わって、なんかバーみたいな飲み屋さんの貸し切りの部屋みたいなところで、30人ぐらいおったんじゃないかな。あ、でホリプロの若手の芸人が、あのお酒を作る係で、毎回、うん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 、そこに入れるだけで、まあ、顔を覚えてもらえるやん、いろんなタレントさんに、うんうんうん、その人ら若手からしたら得やしって、うん、お酒作るのも苦じゃないしっていう人らが毎回来るっていう。なるほどね。その中に、元パスポーターが、
元パスポーターの松岡君。ああ松岡君、はい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 。後の坂道コロコロ。坂道コロンブスにもなったな。坂道コロンブス。コロコロからまたコロンブスに変わったと思う。あそう。うん。がいてうわーやっと会えたーって。そうか。ああそこだけ覚えてるわ。やっと会えたっていうのは覚えてる。うん。うん、ああそうか。いやそこ折れへんよ。そこも折れへんよ。え俺折れへんかったっけ？俺折れへん。俺と山本さんが二人でいた。そうか。やっと会えたなって言うてんのは覚えてんねん。折れた。それどこで松岡君と会ったのどこ？あれどっかで会ってんねん。ほんで、え？なんか久しぶりやって言って、うん、なってんのは覚えてんのよ。うんあでもアリノの話聞いて俺がなってんのかな。うわ記憶すり替えられてるやん。アリノ俺の思い出それ。なるほどな。そういうのあるかもな、うん、共有しないでそれは。俺も会ったつもりだったわ、次、初めて勝間田邦和さんと共演したのはいつ。売りない。レギュラーかな特番かなどっちかやな。うっちゃん、うりうり、なんちゃんなりの、うりなり、いや、うりなりじゃないな、うりなり前か。うりなりより前。レギュラーか、ゲストもんかのどっちかやと思うんだよな。なんやろう。どっちか。俺、どっちか一個一個、両方あんねんけど。ちょ、言うてみて。ね、一個がね、レギュラーとしたら、テレ朝の夜中のミューっていう。ミューやん。ミューが最初やわ、ほんまに。ミューって。うん堀部圭介さんと K2 でコンビ組んではったところに俺らと女の子が5人若い女子高生5人その中にあの遠峰ありさ後の河原朋美な河原朋美がおったりとか、うん、いたいた神崎めぐみちゃんもおったんじゃないかな後のビキマジョみたいななあいたいた青山凛子かそうか後の、うん、小林やろもともとちゃうかったっけ？そう、ああ、なんか違う名前やって、なんか違う名前やったな。うん。うん。でもその前に言ったら、世界征服宣言で勝松さんもなんか戦ってるところに浜口も誰かと戦うみたいな。そん時勝松さんいたっけ？いてはったと思うな。デビチンさん、デビットさんとチンさんちゃうかったっけ？勝松さんおったっけ？浜口は三重原さんと戦った回と。トミーズのケンさんと戦った回があったんじゃないかな。俺トミーズケンさんと戦ったことしか覚えてないね。ミハルさん覚えてないわ。ミハルさんともやり合ってたよ。マジで？芸能界最弱対決だよな。そうそうそう。2回ぐらいお呼ばれしてたと思うけど。そうか。じゃあ俺トミーズのケンさんとなと戦ったの覚えてる。河原で。そうそうそう。両方ともなんかもうブンブン。拳振りすぎて息切れてどっちも戦えへんみたいないや俺覚えてるのがトミズのケンさん戦って俺がバックブローか、うん、バックブローやろうと思ってバックブローやったのよ、うん、思いっきりハマってもうてバックブローが絶対あかんよ先輩にバックブローはあかんよ先輩バックブローしたらバックブローってこうグーンってやるやつあれがバーシコーンはまって俺買ってもうたのによでその時にすっげーデビットさんにお前最高だなっつってすげー褒められたのよ土手でお前バックブローやるかとかってお前あやるお前すげーなってすげー褒められたのほん寝てんのかすげえなはいろんな意味あるもんねそうバカだよこいつ宮原さんともやり合ったとかあでもそれはジャイアント将棋なのかなジャイアント将棋はそうよ宮原さんとは戦ってる宮原さんがずっと逃げてて全然戦いになれへんかったのは覚えてねえけどいやそれは違うのか宮原さんとボクシング対決やってんねんけど2人ともほんまに3分間打ち合ったのに、うん、でっかいグローブでパコ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 、うんほんで俺裏で吐いたのにあまりにも大きすぎてその当時にあとスプレーの酸素が出だしててなそう酸素管みたいなやつあじゃあミューかなミューやろうな多分なうんうん細木ミューはもうもしかしたら、うん、えそっか
ネルトンはおれへんもんな。ネルトン相手張らへんな。相手張らへんかったよな。うん。うん、じゃあミュウかもね。ミュウやろね。その時、うん、勝松さんは良い子大嫌いやったもんね。そうやったっけ。うん。なんか楽屋入っておはようございますっていうわけでもなく、もうデラーっともう寝っ転がってるしって。なんでこいつらずっと寝てんだよって。元気にやれよ若手って腹立ってたって。そうか、ようやってくれたな。ようやってくれたって。よう仲良くなりましたねその後ね。うん、うん、次、よい子が東京進出した当時よく行ってた場所はどこやろう。会社よく行ってた場所、うん、一番最初になんか東京来たのはラママン出に来てんな。ああ、うん、ラママンやね。18歳かまだ。え、まあでも高校卒業はしてるで、養成所おったから。え、あ、そうか、養成所おんね。養成所おってんで、俺が雑誌でラママンってとこ見つけて、うん、こんなとこがあるとかっつって、うんうんうん、で飛び込みで行けるからって言って、俺行こうぜっつって周りに言うのよ、うん、行く行くっつって。なんその当時のマネージャー難波さんが、吉田さんの難波さんが、うん、いやもうそ勝手に行ったらあかんよって俺が一言言っとくから言って、うんうんうん、一言言ってもらって、で車でタグソと一緒に行って、3人でね、3人でライトバンみたいなの乗ってな、うん、シートが倒れへんやつな。でラーママ行って、でリーダーに「小中木村何年目？」って「いや1年目です」って言って「ってなって、うん、いやもうもっとやってんのかと思ったよ、一本ネタで入れちゃったよ」とかって言って、ああそうや、うん、コーラス会ってこの3分ネタ手上がって10本手上がったらもう終わりっていうやつじゃなくてね、そうそうそう、ゴングショーじゃない方に入れちゃったよみたいなで、うん、ネタやらしてもらって普通に、うんうんうん、でまあまあ受けてとかって、その時えぐみさんがトリとかやったのか。そうそうそう、こんなんだ、うん、怖かったね、あの楽屋が怖かったね。怖かったな、何個かしかない楽屋な、誰も喋る相手おれへんかってとか全員が座らん、ほんでタグソはもう外でずっと待って芸人じゃないから仲入るわけにもいかんしっていう。でもえぐみさんかにすごい めっちゃ褒めてもらったわけじゃないけど、うん、君たちはもしかしたら売れるかもしれないねって言われたのよそうか、そうそうそう、でそれでやったーって帰ってんのよ。そうで打ち上げがその店やってな、ラバーマンが、うん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 、でご飯晩ご飯浮いた浮いたっつってたなでそのまま渋谷のサウナに泊まってたけどそうそれは覚えてるけど、よく行ってた場所はもしかしたら代官山のハリウッドランチマーケットはあるのが行きたいって言って、行ったっけそれは行った、代官山に行ったのは覚えてる。代官山に冒険すげえな、代官、うん、山おしゃれや言うて、なんか俺六本木の芋洗坂かどっかのなんか手羽六本って手羽先食べれる店にしょっちゅう行ってた気がするんだけどな、あれ確か風来坊やったと思うで。え、手羽六本って店じゃなかったっけ。確か風来坊あって、風来坊や風来坊やってあの東京の店やと思って後に名古屋やったって知んねんけど。ああそうなの、うん、手羽六本やと思ってた、多分あそこ風来坊やったと思うで、美味しすぎたから覚えとこうって覚えてた俺そう、うん、俺覚えてなかった。ああそうか、六本出てるから勝手に手羽六本って呼んでたのかかもね。次、うん、人生初めてのアルバイト。アルバイト？良い子と良い子で？おのおの。俺は実家やもんね。そうそう、実家の手伝いやな。土建業。パン屋か。外に出たのはパン屋かな。が一番最初かな。ああ、そうか。その前はもう実家か。うん。俺何やろ。俺中二の新聞配達なんじゃないかな。ああ、あれの新聞配達してたな。中二やからお前知らんよ。なんか言うてたん、言葉で言ったら俺新聞配達してた。ああ、してたしてた、うん。言うてええのかな、こんなのって。まあいいんじゃないの。中二で勇敢のアルバイトしてたよ。俺してたって言ってたな。勇敢のアルバイトを友達と同じ区域にして、
で、あの敷地をこう2人で分けて、行く場所を半分に減らして新聞配達してたね。頭ええやん。頭いいね。で、雨降ったら行けへんからすげえ怒られてた。そら最悪やん。ええ身分やねえ言われてた。なるほどな。うん。初ライブは、初ライブ、初ライブは、来てみてクラブ。いや違う、じゃないか、あそこ、ああアクティ大阪の、そうそうそう、エキスタや、吹き抜けのとこや、大阪駅のな、アクティ大阪が今ないんじゃないか、なんか分厚い建物になってたよ、吹き抜けのところで、アクア、アクアなんとかやったっけ、ワイワイサタデーやってたところやな。ワイワイサタデーの何でも美人コンテスト、大阪の人しか分からへんけど、そうや、やってたところな、吹き抜けのな、うん、そうそうそう、お客さんもほとんどおれへん、うん、ところでやってたのは、2回目のライブはどんなネタをした？2回目も、そこのアクティ大阪のところにちゃうの。そうはね、毎月。吹き抜けのところ。うん。それが初ギャラやったもんね。1000円もろた。うん。うん。未だに持ってんじゃないかな。確かあると思うで。その日に使ったと思う。うん。浜口と有野が初めて同時に怒られたのは何の時？若手の時？若手やろな、もうこの年では怒られることも少ないから、もう常に怒られてたよ。若手の時なんて。同時に隼人師匠じゃないの？養成所でもすでに怒られてんじゃない？養成所で怒られたことあったっけ？不思議なネタやってたから、なんかお前らもうええかって。いやいや、最初ほら漫才やって、うん、もうええって止められて。うん、止められた。もうええもうええとかって。うん。あ、まだ続きあるんですけどって。いや、もうやらんでって。そんなもうお前らのやつなんかもう1分ぐらい見たらわかるわって。思んないから、あかん。って、養成所の社員に言われたな。それは怒られたじゃないな。怒られてはないか。うん、ダメ出しになるんじゃない？でもまあ、やって8分ぐらいやったもんな。8分もたんやん。今考えたらようやったなって思う。ほんまやな。怒ら、はやと、若いはやと師匠に挨拶せえっていうので怒られた。でももうそれ、頭取の頃やろ。頭取じゃない。もう、本割。何技に出してもうた。本割になったってことは。出してもうて、ゴールデンウィーク機構かなんか、その前にもう水田係長に喋れって怒られて、頭取部屋の時な、頭取部屋の時に喋れ、若手と喋りたくてそこを入ってるのかな。怒られてるし、うん、もう難波さんにそのサボった時点で怒られてんじゃない？ 1ヶ月行けへんかって、あ、怒られてもなんで、うん、なんで来へんかってんとかって、うんうん、あー、でもあれやわ、読売テレビの番組に出たいから勝手にネタ見せに行って怒られたんじゃない？それも怒られてる。あの番組出たいって言って、よく怒られてるな。めちゃくちゃ怒られてるからもう分からへんわ。そうやな。で、聞いてへんねんな。聞いてない。ちゃんとマネージャー通してもらわんとって、いや、なんかでもなかなかネタ見せ言うてくれへんからみたいな言い返してたよ。言い返してたな。言い返してたよ。うん。だからもう、うん、認識しないとこで怒られてるのかもね。そうはね、長くやる秘訣は怒られたのを怒られたとしてへんとこやろね。そうですね。うん、以上です。いろいろ確認できてよかったと思います。はい、以上、よい子の歴史でした。働くよい子、そろそろお別れの時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。あなたのお仕事に関するエピソードや僕らへのメッセージなどどんどん送ってください。メールアドレスは 415@rkbr.jp です。数字で 415@rkbr.jp です。はい、まあね、人によってこう認識っていろいろ変わってくんねんな。変わってくるね、思い出がね。ちょっと良い子としてこの初めて怒られたのがガツンと来てなくて、いっぱい怒られててどれか分かってへんって。よくないんじゃない？そうやな、聞いたわーっていうのがないもんね。
めっちゃ怒られてんねやろな。挨拶せえって言って怒られたもん、あたもんね。挨拶せえはめちゃくちゃ怒られてたよ。うん、俺はそれでも言い訳して知らん顔してたもんね。何やったっけな、サザンクロスさんに、俺よく喋る話やんけど、もうサザンクロスさんに会うた時に、うん、ああ、お前か、あの相方、つって。うん、はい、とかって。なんであいつお前挨拶せえんねんとかつって。え、うん、そうなんですかつって。あいつなんでお前挨拶せえへんねんって怒ったら、あいつなんて言ったと思うねんつって。うん。なんて言ったんですかつったら、心でしましたって言ったんや、あいつ。心でしても伝われへんねんって。言うとけや、ほい。なんであいつとかって。おもろいと思うけどな。聞こえるかってやつな。先輩めっちゃ怒るっていう。でもまあ、本気で言うてたもんな。本気で言ってた。本気で言ってたもん。本気で言ってた。ちょっと病気やな、そんなもんな。やばいね、うん。やばいやつですね。やばい。やばべでしたね、良い子、若手の頃ね。相当やばいですよ、うん。そんな若手が今、松竹に入ってきたらどう？いや、もうめっちゃ、すぐやめろ、言うわ。もうすぐやめてくれ。そう、あいつなんやねんって。うん、あいつなんやねんってなるよな。会社の偉いさんに、あいつなんなんって言うよ、ね。言うてる。言うてるし、なんやったら、プロデュースしてるアイドルに一番大事なのは挨拶やからって今言うてるから。お前が言うんだ。どの口がって言って。そう、俺が苦労したから、君らに教えとくわ、言うて。苦労してるやん。無視してるやん。そう。今日のはもう、よい子プロ、あれ、浜口プロデュースのアイドルに聞かれたくないやつやね。そうやな。ほんまに。以上です。それでは今回の働くよい子はここまで。お相手はよい子有野と浜口でした。お疲れ様でした。